リワインド。恒例のリマインド動画、皆さんお忘れでしょうか。9月16日何の日、あれのオープン日、あれのオープン日、9月16日といえばそうです、あれです。ポケモンカードステーションがですね、オープンするわけです。ニコニコ生放送がございますので、忘れずに皆さん見てくださいね。はい、もしくはね、千葉県まで行ける方はね、ぜひ現地にも来てもらったらいいかなと思います。はい、なんか特別ゲストもいらしいですよ。特別ゲストもね、9月16日はですね、ポケカ四天王のね、決定戦的なイベントがあります。はい、こちらはですね、すでに四天王のうち3名がいつの間にか決まっておりまして、そして残り最後の四天王の1人を決めるという大会がね、16日に行われますので、その様子をね、ニコニコ生放送でお届けしますという感じです。はい、この日ね、午前中に当日ちょっと予選っぽいことやりまして、そこで勝った選手に加えて、前回の横浜大会のチャンピオン渋谷選手、それから何名かのゲストがですね、対戦をしていって、最終的に四天王が決まると。何を隠そうね、そのゲストに鳥選手もなんか知らないうちに組み込まれておりまして、はい、僕はてっきりね、9月16日は生放送のなんかこう実況するんかなって思ってましたけれど、なんか知らないうちに選手の方で入ってまして、あ、選手なんだって感じなんですけども、なんでね、場合によっては僕がしばらくこう四天王として扱われる可能性もあるんで、僕としてはそこをね、目指していこうと思います。はい、なんでね、ポケモンカードチャンネルのね、ポニータイシーシルドレのね、みんなはぜひね、当日僕のことを応援してください。はい、目指せ四天王。というわけで、16日生放送、そして開店してからですね、3日間何かしらイベントがあるっぽいので、ポケモンカードステーションもよろしくお願いします。じゃあお楽しみに。